Like Someone in Love は2012年9月15日に本公開の日本、フランス共同制作映画。監督はイランの巨匠アッバス・キアロスタミで全編日本国内を舞台として撮影された日本語による映画である。第65回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式招待作品。第22回日本映画プロフェッショナル大賞ベスト10第5位を受賞した。84歳の元大学教授とデートクラブで働く女子大生の恋人である青年の3人を中心に愛を描く。主人公の教授を演じる奥野匡は84歳にして初の主演作となった。デートクラブから派遣された明子はタクシーである男の家に向かう。彼女の言葉を信じて駅のベンチで待つ祖母に心で詫びながら明子は目的地である元教授、隆の家に着いた。隆は高齢ながら女性の扱いは不得手であり、明子の機嫌を取ろうとサービスに努めるが、当の明子は疲れ果てて早々にベッドで眠ってしまう。それでも翌日、隆は彼女を通っている大学に車で送り届ける。大学で明子を待っていたのは、怒号を浴びせかける恋人の樋口だった。樋口をなだめようとした隆は、成り行きで明子の祖父を装って、彼の気持ちを収める。だが一度は何事もなく済んだ事態も、隆の嘘がきっかけとなって悪化。樋口は隆の自宅に投石し、殴り込むのだった。本作は、キアロスタミ作品としては初めて日本を舞台として撮影され、タイトルは当初仮タイトルとしてザ・エンドと発表されていた。制作費2億円のうち500万円をインターネット上で資金調達を行う仕組みであるクラウドファンディングのMotionGalleryで一般から投資を募り215人から536万4501円を得ている。5万円以上を寄付した購入者は特典として撮影現場に招待されエキストラとして出演している。すべてのキャスティングは有名無名を問わずオーディションで選ばれた。2011年2月の時点では、主演女優に宮崎あおいがキャスティングされたとアメリカのVariety誌が報じたが、後に高梨臨と発表された。また、相手役となる大学教授役は、60代のインテリ男性を一般公募していたが、選出されたのは84歳の奥野匡であった。日本におけるキャッチコピーも、84歳。仮初めの恋を夢見たとなっている。クランクインは2011年10月29日で、同年12月24日にクランクアップした。ロケでは東京都と神奈川県、静岡県で撮影されている。撮影にあたっては、キャストは毎日その日の分の台本しか渡されず、物語の結末も知らされないまま撮影を進めたという。ありがとうございます。